こちらは藤本、ペイントエリア入ってきてアタック仕掛けていきます。最初の得点はアルティーリ千葉、そしてダブルチーム気味、狭いところでなんとかパスは通る、バックドアレイアップエンバー、そして最後は左にフィニッシュ、来ました板橋、うまく三森のカバーですがシュートブロックパラス、そしてファストブレイクを見せていく、ここは藤本、7秒で3ポゼッションの差、藤本3打っていった、決まった4点差、藤本破ってバスケットカウント、